どうもこんにちは。まあね、占いとかやって、一番まあ気になるのっていうのは、多分女性とかで気になるのって、運命の人とか、どんな人と、いい人と出会うにはどうしたらいいのかとかね、もうものすごく素敵な人と出会うにはどうしたらいいかとか、そういうのが気になるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれって、占いでは一番基本っていうかね、そこは大事なところだったりするんですよね。だから、例えば僕がその星で見てるか動画見てる人でもしいい人がと出会いたいって場合、じゃあ、 まあ婚活してる人でもいいですよ。じゃあどうやったらそのいい人と出会って、まあ、どういう人がそもそもいい人なのか、じゃあその人とどうやって出会ったらいいのかとか、だからそういうのを見て、じゃあその時にどういう風にアプローチしたらいいのかとかっていうのを、まあ大体僕は見てというか相談を受けてもらったらそんなやつなんですよ。もしね、そういうのが知りたいとか、自分に合った人、自分に対して自分にとって運命の人ってどうなの、どういう人なのかなとか思ってる人があるんであれば、また何か聞いてくれればいいんですけど、なのでちょっとそういういろいろいろんな面が見れるっちゃ見れるんですよ。で、例えば今日竹漏れでまた、まあ、例に挙げさせてもらって、竹漏れには申し訳ないんですけど、例えばね、結婚にしても落とし穴とかもあるわけで、こういういつもはプラスという、ああやった方がいいよみたいな、こんな出会いがいいですね、こうやったら開運幸せになりますよねみたいなことが多いけど、こうやっちゃいけないっていうのがあるんですよね。例えばタケル君であれば、ちょっとね、やっぱ何回も言うように保守的で、あんまり自分の恋愛に関しては、ね、自分を強く出さないところがある。自分の意思を本当はこの人は通した方がいい人なのね。すごく頑固というか慎重派だけど、たまにね、そのぐいぐい来られてそこに流される、例えば惰性婚とか成り行き婚みたいな感じになる時もあるんですよね。それはタケル君の方じゃ避けた方がいいってことですね。そういうのになると、あんまり幸せな結婚にならない、それは落とし穴。じゃあ例えばモネちゃんはどうなのかっていうと、まあ、モネちゃんっていうのは何回も言ってるようには行動的とかね、ストレートっていう積極的みたいなことは僕は何か言ってるので、まあ、要はロマンチストな部分になるわけですよ。ファンタジーとかロマンチスト、だから直感的に好きだから結婚しようとかいう勢いを持ってる人、ただそれが熱くなりすぎて良くないのは駆け落ち婚とかお騒がせ婚みたいなのは落とし穴。こうするそれをやると割と、早く結婚するんだけど早く離婚しちゃうみたいなとこに陥りがちみたいな感じ。だからこういうのは落とし穴ですね。なのでまあ人それぞれこうやったら幸せ、でこうやったら落とし穴があってみたいなのもあったりとかするので、まあ、そういうところを見ながら、そういうところをちょっと、ああなるほどなと思いながら参考にしてもらうと、占いとかってうまくね利用できると思うんですよね。そんな感じでした。